2024年5月23日18時12分。ちょっと気になることがありましたので、ボクシング業界の、井上尚弥選手へのメッセージなんですけども、ちょっと今、どうも、忙しいので、まあこういう形で、申し訳ないんですけども、昨日報道ステーションで大越キャスターが、合わせますって言ってたんですけども、井上尚弥選手のことが頭の中よぎったんですよ。でそれを、大越さんが受け止めてそういう風に言ってたんだと思うんですけども、今のタイミングってちょっと変だと思うんですよ。以前その明け方に来たわけじゃないですか、大きな声を出して。ああいう方法の方が、分かるといえば分かるんですけども、一瞬それが相手が誰だったか、声を聞いた瞬間にこちらが判断、どこの誰か判断できなかったら、こちらが、ちょっと、外出るのやめとこうかと、なんか、怖そうな感じだなとか、そういうふうに、受け止めてしまう場合が、まず1点と、佳子さまがそのギリシャに訪問している以上、時間軸は違うじゃないですか。だから、それが原因なのかもしれないんですけども、何が原因なのかはっきりとよくわからないです。そのスポーツ関係云々の件とかもありますから。数日前から、また夜中の、2時ぐらいまで眠れなくなったりだとか、そういう現象が起きてるんですよ。だからこのタイミングで、朝、その7時半とかに来るっていうのが、それは変だなっていうのが僕の感想で、で、もうコンピューターの電波からは、日付に関しては、ここ基金のことを、伝えてきてはいるんですけども、朝の7時半はやめましょう。その時間帯はかなりこちらに無理がありすぎます。で、こちらが睡眠不足になればなるほど、私自身が不利になるわけじゃないですか。で、それが、野球の試合だったりだとか、さまざまなところで、影響が出ているのであって、で、そのことについて、他の、業界になるとは思うんですけど、プロ野球とかサッカーとか、どういうようなことを僕は文章化して、ホームページ、淡井圭介の履歴の一番だとか、スポーツ界の方へのメッセージ、っていうところで、記載してるのかっていうところを見ていただいたら分かると思うんですけども、やっぱり頭の中渡したりしているのをずっと続けると、これもこれはこれで裁判が進まない。だからさまざまな方法を結局駆使しているような形になるんですけども、朝早いのはちょっとやめていただきたいですね。これは井上尚弥選手だけじゃなくて、その他全員ですね。あと夜遅いのも無理ですね。で、もう元々あんまり人歩かないです。元から。この辺りも。本当の人口の方で行くと。遠征組とかで、この辺りに来ていた者たちとかが、多数いただけで、例えば有野中町にその家自体が、空き家含めてですけども、ほとんど空き家だったりするんですけども、コロ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 、人が入れ替わったりしていたりだとか、500軒ほど有野中町3丁目にあるとか、そういうような話は聞いたことあるんですけども、実際はもうガラガラですね。これが現実ですから、そのことを、考慮して、普通に歩いてみてもわかると思うんですけども、あんまり人見かけないでしょう。で、その辺のところは、冷静に普通に対応していただきたいなと思います。今日ね、昼過ぎぐらいに、14時過ぎに、メジャーリーグの試合が、大体それぐらいの時間帯に終わってますから、結果見て、もう家でも一旦倒れ込んでるような状態ですね。一瞬だけ眠れたかどうかというところなんですけども、1時間とか寝れてないですね。一瞬ふーっとこうなったかどうかっていうところで、
まあ、倒れ込んでるだけで眠れてるわけじゃないんですね。で、また、まあ、昨日もそういうような状況で、まあ、睡眠時間が、まあ、連日、まあ、うん、あんまり睡眠時間が得れてないっていうのが事実であって、さらにこのタイミングで来ようとしてるようなところが、こう自動で作動してる時点で、まあこれは何が原因かよくわからないです。本当に。だから僕が心身ともにその疲れていればいるほど、例えば日本代表戦はですよ、相手チームは優位になるわけじゃないですか。で、日本のプロ野球、国内のリーグだって、精神的に僕がもう限界来たとしたら、例えば、大体野球でしたら、平日でしたら、18時ぐらいから試合が始まると。で、それまでにシャワーを浴びとこうだとか、そういうようなことが、しっかりとした対応、限界に来た時に、これはもう無理だってなってしまった場合、もう夜に早く洗濯機回したりだとか、晩ご飯、延長戦もずっと続いてる、何時間も。もうこれは無理だと。もう早く食べるのもこちらは持たないだとか。たまに動画で僕は言ってる時あると思うんですけども、昼ご飯食べてからもう10時間経過してるだとか。だからそういうような生活が続いてる中で、まあまあ、その10時間は極端な例で、ごくたまにですけども、何かこうコンピューターの動作と、もちろん大越アナウンサー、まあ、大越さんに、大越キャスターに、その、悪気があるわけではないと思うんですよ。どう考えても。早く会わせてあげないと。とか、まあそういうふうに考えてるんだと思うんですけども。だけども、その、まあ、その世界代表戦とかそういうことだけじゃなくて、井上尚弥選手、髪の毛、実際に、その染めてるのかどうかだとか。まあこの間、西武ライオンズの源田選手らしき人物、まあライジンでは安保選手なんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ au ショップで、アリの仲町の、まあだいぶ前に見かけまして、神田三兄弟の長男の方もそこの店舗で見かけたんですよ。で、まあ一応聞いてみたんですけども、まあ、亀田さん、兄弟の長男の方は、よく似てるって言われますって言われただけで、まあ、特に、まあ、丁寧な対応をしていただいたんですけども、まあ、店員としての対応のような形でしたね。で、まあ、源田選手だと思われる人物も、au ショップでここ、1、2ヶ月ぐらい前に見かけて、で、その時髪の毛染めていたんですけども、それから、ここ1ヶ月以内に岡場の駅の交差点で、まあ、ドイツ人物と思われる人物が、まあ、携帯電話で、こう、電話しながら、僕の横を通り過ぎていってるんですけども、そのパターンも以前と同じなんですよ。で、髪の毛今度は染めてなくて、黒色になってるっていう、まあ、染め直した方かもしれないですけども、まあ、明らかにその、世間の皆様へのことを考えると、まあ、本当はね、髪の毛もバッサリ短くするだとか、そういうような方法の方がいいんでしょうけども、まあ、海洋教法違反ですから。で、その辺のところが影響していて、その、結果的に、僕がこう、体調不良がずっと続くと、最終的に井上尚弥選手の試合に影響が出るかもしれない。だからそれを考えたときに、自分で、このタイミングでいいかなっていうことを、まあ、一応ちょっと考慮しておいていただきたいんです。で、その、まあ、佳子さまがギリシャ訪問、女のタイミングだからなのかっていうのは、ちょっとまあ、それは、そうじゃないかなという部分の方が大きくて、むしろ、まあ、ヤンキースのことを指摘したことが、東地区じゃないですか。で、まあ、向こうで、昼間、東地区で行われるときは、日本の、こちらの、夜の時間帯ぐらいですから、夜中というほどの時間帯ではないです。だから、もう早いときだったら、もう夕方ぐらいには試合始まってるときもあるんじゃないですか。まあ、明るい時期とかによって、その夏場とかで夕方の時間帯が人によって感覚はだいぶ違うと思うんですけど。何が、どういうふうな状況でそういうふうになっているのかっていうところが、まあ、
ニューヨークヤンキースとかその昔すごく圧倒的に勝ってたじゃないですか。だからそこはあの金融街なんですよ。で、ホームページに書いてる通り、新ニーサっていうものが始まっていて、非課税の投資なんですよ。株を買う。その上限枠が、以前は、まあ大体なんですけども、130万ぐらいで、これも結構通じ、変動たまにしてるみたいで、上限が。で、5年間非課税だったものが、投資額は270万円まで上がって、ずっと非課税。変でしょ？だから、同じようなバブル崩壊の方法を何回も繰り返そうとしている。で、人口はずっと縮小しているのに、株価がバブル崩壊の2万8000を超えてしまってるじゃないですか。この時点で、だからまあ、外資の人たち、要するに海外の人たちが日本の株を今買ってるっていう状況があるんですけども、たくさん買ってるか、範囲が海外の人たち、円安だからどうしても安く見えるんですよ。為替相場が違いますから。だからなんとなくでこう買い時みたいに見えてしまう。で、日本の会社を見ると、例えば豊田さんとかも、すごい、営業利益とかが上がってる、純利益がしっかりある。じゃあ、買っておこうかと。今の円安は買い時なんじゃないかと、どうしても思ってしまいます。で、あと、海外の国で、日本の今の新ニーサのような形を、イギリスが最初始めたとか言われてますし、まあ、それは、その最初っていうのは、その、あんまり経済に特化された方たちの世界での、その一番最初っていうのが、例えば1900年ぐらいの頃の話だとか、世界恐慌とかの、その銀行とか証券会社に、が、偽証罪、嘘があるっていうことで、アメリカの議会で摘発されたのが1920年なんですよ。第二次世界大戦よりもっと前なんですよ。なのに同じような状況が何度も何度も、繰り返されようとしているという実態があるんですね。で、その話がその、例えばね、ここ喫緊の日に来るとして、朝の、以前の、その、去年だったと思うんですけども、朝だったじゃないですか、7時半ぐらいの。だからそうなってしまうところで、ヤンキースのことを指摘したからそうなっているのか、今スーパーコンピューターの能力が一番高いのはアメリカなんですよ。で、まあその金融街ですからね、ニューヨーク自体が。だからそういうようなところを冷静に考えたときに、淡井さんが書いている文章で、まあ、以上こちらからもメッセージ、何か、誰かが動きありそうな時に、以前のタイミングと同じタイミングで動こうとしているのであれば、それはちょっと無理ですっていうようなことは、しっかりと言っておいた方がいいなと思う時は言っておきます。で、それが、条件はもしかしたら一つで稼働しているわけじゃなくて、複数の条件が重なることによってそうなってしまっているのかもしれません。例えば最近で言うと、生活保護者の担当の方が、この間まで男性の、まあ、真面目な方で、髪の毛ももちろん染めてなくてと、男性の方だったんですけども、最近女性の方で髪の毛を染めていて、まあ、勤務中なのに耳に、こう、イヤリングのようなものをしてある。もしかしたらピアスかもしれない。そういった人に担当者が変わってるんですよ。だから、複数の条件によって、そういうふうな内容が発動する可能性もありますから、これはもう、僕の場合は幅が広すぎて、これはわからないです。だから、お互いにこう、連絡交換をすることによって、まあ、僕から、まあ、メッセージを発するような形で、正確に、できるだけ的確に状況を伝えて、どうするべきかっていうことをお伝えしておいた方が、いいなと思って、今メッセージ、記録しています。それとあと、まあ、もう一つ、最後の方になるんですけども、天気。今日もホームページに書いてるんですけども、もともと今日曇りでした、昼間。で、まあ、これは、野球の得点とかで晴れで3点とか、そういうふうなことを、記載してますけど、もともとがそういうルールになってますので、まあまあ、そういうふうな形、今もう日暮れになってきましたんで、はっきりわからないと思うんですけども、まあ、だいぶ晴れの方向には持っていった方で、
まあ、これも一応記録として一つの動画に、まとめておきます。もう時刻はもうこういう時刻ですから。以上です。井上尚弥選手へのメッセージです。